2人のシンガーソングライダーが送るこの夏おすすめのツーリングスポット、温泉券を置いた竹田市ツーリング、行ってきます。かなりやかましいキャスティングとなった今回の旅、いつも通りサンフラワーに乗って快適な海の旅を満喫し、翌朝には九州大分県に上陸、一路竹田市を目指した。今回旅をする竹田市は大分県の南西部に位置し、九十連山や阿蘇山など四方を山に囲まれた自然豊かな町、さらに良質な温泉が年中楽しめるのはもちろんのこと、今の季節はライダーにも嬉しい最高のツーリングコースのはずだったが、ツーリング途中で雨に遭遇。そんな日もあるさと次の目的地に向かうのであった。はい、お腹いっぱいの次は、はい、まだこれ雨も続いてるし、はい、温泉行こう。温泉、のんびり行こう、のんびりと。テンション上がりますね。次はな、はい、炭酸泉です。炭酸泉、濃度の非常に高い炭酸泉になってます。その濃度って炭酸の濃度がってことですか？そうやな、泡がいっぱい。そうそうそう温泉券を置いたの上りが来ておりますが、雨に打たれた体を癒すために2人が訪れたのは七里田温泉館。佐々木がおすすめする高濃度の炭酸泉とは一体？すいません。今回女風呂での撮影は当然 NG ということで、入浴中のお客さんにお断りして綾瀬も男風呂に突入。あーすごいすごい、ほんまやね、意外に深いですね。今ちょっと話聞いたんですけど、もう2時間入られてるんですか？いつもここの温泉は入られてるんですか？ここだけ。あ、ここだけ。もう暑いのはダメ。そう、炭酸泉は温度が低く、ここ七里田温泉の下湯は37度とぬるめの温泉。特筆すべきは浴槽内の溶存炭酸量が日本最高レベルというシュワシュワのソーダ風呂。巷で人気の炭酸泉、その最高峰の貴重な温泉をぜひ一度体感してほしい。これ俺ら今入ってたら3分やでお父さん方2時間入ったんだよ炭酸泉でしっかり疲れを癒し、いざ出発。だが忘れてはいけない、外は大雨なのだ。綾瀬、はい、今日はバイクの部活や。バイクの部活、ライカーウィンドシンガーソングライダー部の今日はちょっと短期合宿の初日、あえてこの雨の設定になりました修行ですね。おめでまあ明日晴れてくれたらええけどな。そうですね、願うしかないですね、そこは。そう、ツーリングに行けばこんな日だってある。雨が降るから太陽が恋しいのだ。そんな切ない気持ちで2人が向かったのは長湯温泉にある正直屋。ここにソフトクリーム王国竹田で最も変わったソフトがあるという。あのですね、こちらにすっぽんのソフトクリームがあるって聞いたんですけど。はい、ありがとうございます。何やこれ。え、これすっぽんついてんのほんまに。中にすっぽんのコラーゲンを練り込んでるんですけど、はい、あ、ソフトクリームの中にね、エンピラ部分っていってですね、はい、一番コラーゲンが多いところをトッピングさせていただいてますんで、はい、せーの。うん、なんか深いぞ、味が。深い。深いぞ。ご覧の通りコメントが出にくいコラーゲンたっぷりのすっぽんソフトは、ぜひご自身で体感してください。竹田市を満喫した2人が宿泊するのは正直屋のすぐそばにある長湯温泉カジカアン。日帰りでも楽しめる温泉で、良質な温泉の証である湯の花の量に驚かされる。また露天風呂付きのお部屋で存分に温泉を堪能することもできる。さらに料理は地産地消にこだわり、国産和牛や長湯名物エノハ、鯉の洗いなどを楽しめる。竹
武田市ツーリング、はい、お疲れさんでした。お疲れ様でした。えい、滑りましたもん。あの雨の中でも十分楽しんだ2人。明日は晴れるかな。大分県竹田市ツーリング2日目、ついに青空がとはいきませんが、なんとか雨は止んだようです。綾瀬、はい、もう雨大丈夫や。雨上がりましたね、うん、すっきり。そうそう、大分県竹田、いろんな素晴らしい景色とか、はい、風景がありますからね。綺麗ですね。知らない道を走るっていいな。こう日常を忘れさせてくれるっていうか、日常を忘れさせてくれる、うん、現実逃避できますね。そうやな、やっぱ旅ってそういうとこあるよね。ちょっと普段の生活から抜け出したい時に、そう、あの特にバイク乗ってる僕らみんなそうやろ、ね、どっかでやっぱり、心の選択というかバイク乗ることによって、ね、自分自身何か戻れるというか、リセットですね。解放された気分になりたいからこそ、時間がない中でもサンフラワーに乗ってちょっと大分走ってこうってね。旅の醍醐味を満喫しながら2人が訪れたのは竹田湧水群の一つ、老の湧水。こんこんと湧き出る透明度の高い清水は、古くから飲料用や農業用などに広く利用され、地元の人々に愛されています。また社の下から湧き出る水は神の水とされ、この地を守護し続けている。湧いてるとこですか。さあご覧あれ。おー、すっごい透明。うわ、ここの神殿の下から湧いてると言われてます、はい、だからこっちからも湧いてるように見えるけど、ここの、はい、この下やで、神の水やと。へえ、うわー綺麗、ね、あ豪快ですね。うわ、私は上品に飲みますよ。最高に気持ちいい。どうよ、これが自然の神の水。老の湧水は夏のライダーにとってまさに神の水となるだろう。雨も上がり快適になってきたツーリング、ここでシンガーソングライダーについて話を聞いてみた。全く知らなかったです。活動していくうちに、いや、おんのかなと思って調べたら佐々木さんがいて、ホームページが見つかって、うわーと思って、うわおったやみたいな、自分だけちゃうかったんやみたいなまさか先輩がいるなんて。まあでも誰が先やぞとか別に関係ないしな。俺はシンガーソングライダーっていうのは仮面ライダーとかと一緒でヒーローにでいなくちゃいけないのかな、なんか思うな。やっぱり憧れられたいですね。そう、だから自分の満足っていうよりも何か人のために何かできることを、なんか俺はそういう風に思ってる。なんか私は人に影響を与えれることが何よりも嬉しくて、うん、でなんかもう私の影響でバイクに乗りたいっていう人がやっぱり活動していく中で何人かそういう声を聞けたりするんで、人の心をちょっと動かせたというか、うん、影響を与えれたのはすごい嬉しかったです。まだまだこれからいっぱいあると思うわ、綾瀬。うん、それぞれに思いを馳せながら歌い続ける2人の活躍に期待しつつ、気づけば次の目的地、荻の里温泉に。もちろん景色のいい温泉もありますが、ここには例のあれがあります。荻の里温泉、お土産いっぱいありますね。そう、温泉やと思いきや、見てください。さて、このうっすらピンク色のソフトは一体何のソフトクリームでしょうか。うまい。うまい、うん、トマトの味します、ね、うまい。あの程よいトマトのこの香りがソフトクリームとごっついマッチしてんな。綺麗にね混ざっててくれてて美味しいですね。いろんなソフトクリームを味わえて商品が当たるスタンプラリーは、スタンプ2つで応募可能です。9月30日まで開催中。快適な竹田市の道を行く佐々木と綾瀬、次はどんなところへ。白水ダム、ごっつい綺麗らしいな。白水ダムっていうのは、はい、
ダムの女王らしい。ダムの女王？ちゃんとまだ僕も白水ダムには行ったことがないので噂だけは聞いてんねんけども、なんか女王っていうだけあって、うん、やっぱかっこいいとかっていうより、うん、やっぱこう綺麗なんでしょうね。美しい。美しい。おう、そうやろうな。おお、期待に胸を膨らませ、いよいよ到着。おい、あやさん来たぜ。ここですか？ここが白水ダムや。はい、おお、はい、ここが白水ダムや。日本一美しい。まだ見せてくれないんですか？ちょっとおいで、ちょっとおいで。行けますか？あ、白水ダムや。うーわー、すっげー。あれほんまに水ですか？おー、うわー、素晴らしい。ひどい。二人の目の前に姿を見せたダムの女王、白水ダムは地盤の弱さを考慮し、柔らかな曲線を描いて落ちるように設計された、まさに機能美といえる堰堤。歴史は古く、昭和13年に建造され、美しい水の流れる様は高く評価されており、日本一美しいダムと言われている。国の重要文化財にも指定され、新緑や紅葉の名所としても知られています。あまりの絶景に思わずギターを持ち出す2人。さあ、竹田市ツーリングもいよいよ大詰め。次週はついに広がる青空と緑の大地、最高のクライマックスに2人で作った旅の歌が響く。